ロサッチャセル・アリモンは、スペイン・バリアドリッド出身の著作家。フェデリコ・ガルシー・アロルカや、ビセンテ・アレクサンドレや、ラファエル・アルベルティなどと共に、27年世代の一人とされている。20世紀スペインで最も重要な著作家の一人とされているが、スペイン内戦の影響で30年以上も亡命生活を送っており、母国では長らく知られていなかった。 チャセルに影響を与えたホセ・オルテガイガセット1898年6月3日、ロサ・チャセルはバリアドリッドのリベラルな家庭に生まれた。バリアドリッド出身の著作家にはミゲル・デリーベスなどがいる。10歳の時にマドリードに転居したが、故郷のカスティーリャ・イレオンを忘れることはなかった。マドリードではセントロク・マラビージャス地区に住み、教師だった母親によって自宅で 初等教育を受けている。パルマ通りの美術工芸学校と、女子化生職業学校で学んだ後に、1915年には、王立サン・フェルナンド美術アカデミーに入学。グレゴリオ・プリエとジュゼップ・プレナウ、ティモテオ・ペレスルビオなどと交流した。1918年には、文芸サークルに入会し、カフェ・グランハ、デル・エナールと、アテネオデ・デマドリードの常連客となった。 1922年4月には著名な画家であるペレスルビオと結婚。夫がアカデミーの奨学金を得たため、チャセル夫妻は1922年4月にイタリアのローマに渡り、ドイツ、オーストリア、フランスにも旅行している。チャセル夫妻は1927年9月にマドリードに戻った。1923年から1927年頃のスペインでは、 27年世代と呼ばれる前衛的な文学グループが形成されており、チャセルはフェデリコ・ガルシア・ロルカ、ビセンテ・アレーク・サンドレ、ラファエル・アルベルティラと共に27年世代の一人とされている。1928年から1929年には、ラガセータ・リテラリア氏やレビスタ・デ・オクシデンテ氏に寄港した。1930年にはスペインで、諸女小説、エスタシオン、 イダワイブエルタが刊行された。チャセルは、ホセオルテガイガセットが1925年の、アイディアズ・ソブレラ・ノーベラと、ラディース・ヒュー・アンゼーション・デル・アルテで論じた、美学理論を実行した、唯一の著作家である。1930年3月から9月にはドイツを訪れ、ベルリン大学で講義を行った。ドイツでは、ラファエル・アルベルティ、マリーア・テレサ・レオン、アンヘル・ローゼンブラットなどと、 交流している。1936年にスペイン内戦が勃発すると夫のペレスルビオはスペイン共和国軍に入隊。ペレスルビオはプラド美術館の所蔵品をスペイン国外に持ち出す役目を担っていた。チャセルは1936年7月から1937年1月にかけて反フランコ主義の雑誌に寄稿し、さらには看護師として共和国軍に奉仕した。 1937年にはオラでエスパーニャ氏やエルムノアスル氏に寄稿し、他の反フランコ主義雑誌にも寄稿した。チャセルの横顔チャセルは、計40年間の亡命生活を送った。1937年2月から1938年10月には、フランス・パリで暮らし、1938年10月から1939年3月には、ギリシャ・アテネで暮らした。エジプト・と、 フランスマルセイを経由して、1939年3月から1940年1月には、スイスジュネーブで暮らした。1940年2月から4月には短期間だけ、パリで暮らし、1940年5月30日に、夫、息子と家族3人で、ブラジルに渡ると、ブラジルに定住することを決意した。アルゼンチンのブエノスアイレスでも短期間暮らしており、 ラナシオン氏、スール氏、デアリダ氏、ロスアナレスでブエノスアイレス氏などに寄稿した。バイアブランカにあるナショナルデルスール大学で教壇に立っている。フアンヒルアルベール、フランシスコアジャラ、ゴンサロトレンテバリエステールなどと同様に母国のスペインでチャセルの名は忘れ去られた。1959年にはグッケンハイム奨励金を得てアメリカニューヨークに渡り、 1961年までニューヨークで創作活動を行った。ボストンでは同じくバリアドリッド出身の著作家であるホルヘギリエンと会っている。1961年1月から6月には亡命後初めてスペインに戻り、1962年6月から1963年5月までパリで暮らした。1963年5月にはブラジルに戻り、 1974年までリオデジャネイロで暮らしている。1971年1月から7月にはエンジェル・ローゼンブラッドの招きによってサイドスペインを訪れ、1972年には3度目のスペイン訪問を行った。フランコ政権はその末期に表現の自由に一定の理解を示し、またスペインの不安ルく財団から奨学金を得たことも、 あって、チャセルは1974年から1977年まで長期間マドリードに滞在した。亡命中に刊行されていた作品がマドリードで再販された。チャセルの最も著名な作品である、テレサ、年頃の少女に誘惑される年配の男を描いた、メモリアースデレティティカバージェなどが刊行されている。後者は、ウラジーミルナボコフのロリータ以前の作品であり、 独裁体制下の1940年代のスペインでは決して出版されることのないジャンルであった。さらには、ラシンラゾン、バリオデマービアスなどもスペインで再版された。あらゆる作品に革新的なスタイルかつ率直な表現が用いられ、ペーパーバック版は幅広い人気を得た。1974年から1977年のマドリード滞在中にも頻繁に スペインとリオデジャネイロを往復していたが、1977年に夫のペレスルビオが死去すると、チャセルはスペインに定住することを決意した。1992年には27年世代の偉大な作家たちがチャセルに宛てた手紙を収録したカルタス、エーローザ・チャッセルが出版された。1989年にはバリアドリッド大学から名誉博士号を授与された。 1988年にはスペイン文化賞からスペイン国民文学賞を授与され、1993年には同じく文化賞からスペイン芸術功労賞を授与された。1990年にはカスティリアイ・レオン州文学賞を受賞した。1992年にはカリフォルニア大学のスペイン語学教授であるスーザン・カーク・パトリックによって、 ネブラスカ大学出版会からバリオでマービアスの英訳が刊行された。この英訳の序文でカーク・パトリックはジャセルの作品は緻密で入り組んでいる。しかしそれと同時に決まった回答がなく動的である。結びの代わりに疑問を提示して物語を締めくくっていると書いた。1994年にはケント州立大学のスペイン語学教授であるキャロル・メイヤーによって ネブラスカ大学出版会からメモリアースでレティティカ・バジェの英訳が刊行された。ブエノスアイレスで初版が刊行されてから49年後の出来事であり、この英訳は高評価を得た。メモリアースでレティティカ・バジェはフランス語にも翻訳されている。1994年8月7日、96歳のチャセルはマドリードのラモニー・カハル病院で死去した。 心配不全だった。チャセルの死去に対して、フアンカルロス一世国王とソフィア王妃は、深い哀悼の意を表している。死去の数週間前、入院中には、フアンカルロス一世国王から芸術功労賞のメダルを贈られている。ノミネート経験はあったものの、セルバンテス賞の受賞や、レアルアカデミアエスパニオーラの入会は果たせなかった。ありがとうございます。